日本君主立宪体制今天迎来历史性的一刻，83岁高龄的明仁天皇有感自己身体状况每况愈下，对于公务已经力不从心，因此希望能够退位，让更有能力的皇室成员继承皇位。对此，日本内阁今天通过这项生前退位特例法案，允许天皇在获得人民谅解的情况下提前退位。つまり天皇本人がもう退位高齢であるから退位したいという意思をはっきりさせているということ、それから国民もそれを十分に理解している。でさらに次の天皇になる皇太子もですね、その十分もう天皇になる準備が整っている、十分経験を積んでいて天皇になる準備が整っていると。で何もその退位に問題はないんだということをまず最初に説明すると。法律の形になっているわけです。尽管法案阐明天皇退位后会有一位合格的皇太子登基，但是并没有说明是否会修改体制，让皇室公主继承皇位，或是结婚后依然保留皇室的身份。无论如何，这项法案将会在本季国会结束前提呈辩论，一旦获得国会通过，明仁天皇预计最快明年正式退位，成为日本两个世纪以来首位生前退位的天皇，由57岁的皇太子德仁亲王继承。